チームを組み立てやってくださって、なかなかいいチームだったんですけども、私も途中までは一緒に参加をしてたんですけども、この裏でグランプリファイナルがありましたので、途中からセントペテルスブルクに移ったんですね。はい、ですから白田さんがご覧になっていないこの大会5日目のショートプログラムからご覧いただくことになります。このショートプログラムは2分40秒以内に8つの要素をきちんとこなさなければならないというものです。ですね、女子の場合はダブルアクセルなんですね。はい、そして単独のジャンプはダブルまたはトリプルルッツなんですけれども、はい、コネクティングステップからやらなければいけないということ で、ジャンプコンビネーションはダブルダブルでもいいし、ダブルトリプルでもいいですね。そしてフライングスピンはフライングキャメルスピン、それで最低8回転しなければいけません。それからスピンに関しては女性の場合はレイバックスピン、あるいはサイドウェディングスピン、やはり8回転。そしてスピンコンビネーションは足換え1回で少なくても2回の姿勢の変化がなければいけません。それで各足、6回転ずつはなくてはいけなくて、合計12回転はしなければいけません。それからステップに関してはサーキュラーかサーペンタイか、ストレート、はい、ステップシングスを入れなければいけないという形なんですけども、あともう一つはスパイラルステップシングス、そして8つ目ですよね。はい、カナダのミンカン・ドゥハメルでした。17歳の選手です。この選手は予選では A グループで11位という成績でした。世界ジュニアは今回が初出場です。カナダの選手たちも少しずつこう世代交代というんですか、はい、それが行われていると思うんですよ。やはりカナダはシンクロナイズスケーティングが、そうなんですね、盛んですよね。ですからね、この選手はカナダの国内選手権ジュニアのチャンピオンです。決して外国の選手に劣らない、そうですね、綺麗にもっともっと綺麗にスパイラルが上がってますでしょ。はい、ですからそれもやはり合宿の時に融合新人合宿発掘合宿でスパイラルステップシークエンスを一つの課題に入れてるんですね。あ、そうなんですね。はい、ですからその頃からもう小さい8歳7歳の時から足を上げてピッと綺麗にカーブを切れるという練習をしているので、やはりそれが今生きてきてる。なるほどね。はい、アメリカの選手たちがねスパイラルと、ね、ミッシェル・コアンにしても本当に綺麗ですよね。ですからアメリカの選手に追いつけませんという形で、はい、ここが得点のところキスアンドフライです。得点が出ました。ファーストマークはリクワイアードエレメント技術
4.4 から5点点までの評価でした。そしてプレゼンテーションです。表現力は4.4から5点点でした。Very good. Okay. 14名のジャッジの人たち、はい、がつける点数っていうのは本当に何て言うんですか、どこを標準に合わせたらいいのかわからないところがありますよね。幅が多すぎて本当にそうですね、はい、得点の表示は一番左が一番低い、ジェナ・マクコルフォン、そして一番右が一番高い得点の順番を選んでいます。ジャッジが座っている順番ではありません。代わってはイギリスの選手です。ジェナ・マッコーケル16歳です。世界ジュニアは今回が2年連続2回目の出場です。昨年は12位という成績でした。今回予選では A グループ10位でした。選手たちがたくさんいたんですけど、このところというか、なかなかいい選手が出てきませんよね。長らくご無沙汰ですよね。ちょうど年、あの、なんていうんですか、まだ子供の子と、それから少し大人になりかけた、はい、あの女の子と、女性っていうね、もう子供と女性っていうか、ちょっと幅がありすぎるかなって、ジュニアにしてはっていうか、ね、年齢的な規定では13歳以上、19歳未満ということですね。そうですね、はい。止まるまで時間を削っています。今まではあの止まるところまで、あのきちっと止まるまでじゃなかったんですけども、今はピチッと止まるまで、ずっと例えば足をあの膝をついて流すじゃないですか、はい、そう流れが止まるまで測られてしまう、はい、ですからワールドにも出てくる可能性はありますね。参加する可能性もありますね。ジュニアとシニアでは滑走時間が、まあ、ショートプログラムは同じですけれども、フリーになりますと違いますからね。そうですね、30秒違いますので、ですけれどもジュニアの方がきついんですね。3分30秒の間にぎっしりみんな全部投げなきゃいけないでしょ。なるほどね、はい、休む間もなくですね、はいはい、ですから、ちょっと違うんですね、選手にとっては。なるほどね、はい、アプリか得点が出ました。エレメンツの得点、下が 4.3、 上は 5.1 まで出ました。5点台3つです。そしてプレゼンテーション、表現力は下が 4.5、 上は 5.2 が出ましたでした。14人のジャッジの中から9人が選ばれています。誰が選ばれるか、試合の前
前にランダム抽選が行われるわけですからね、はい、ですからあのレフリーもわからない、はい、そうなんですね、はい、代わってハンガリーの選手です。ビクトリア・パブク17歳です。最後も両足で回ってますし、はい、ああいうのも引いてしまうジャズを弾けないし、ね、気になる ところですから、ですけども、まあ、とにかくジャンプの高さに定評のある選手すごいですね。キレがいいというか綺麗なジャンプ飛びますよね。ですからそういう人たちと一緒に練習してる、要するにこういうジェニアの人たちはやはりそう見て覚えるから、はい、そういう面ではあの大変勉強になってると思うんですよね、はい、得点が出るようです。リクワイアエレメンツ技術点です。下が 4.2、 上は 5.1 までの評価でした。5点台を2つあります。そしてプレゼンテーションです。表現力、下が 4.2、 上が 4.9、 5点台は出ませんでした。あのフリーレグのショットとかのプログラム全体の組織とかそういうところはやはりまだですね。そうですね、はい、2003世界ジュニアフィギュアスケート選手権女子シングルのショートプログラムをお送りしています。リンクの上に迎えるのは2001年のこの大会のチャンピオンです。ロシアの選手クリスティナ・オブラソワです。172センチ、18歳です。2年前のその大会ではチャンピオンでしたが、昨年のこの大会では11位でした。ブルガリアの時に優勝したんですけれども、はい、あの非常にその頃から大人っぽかった。
そうなんですよね、はい、ロシアの18歳クリスティーナ・オブラソバでした。今回の大会では予選は B グループで第5位、もうそのシニアの大会にも掛け持ちで出場している選手ですよね。そうですね、太田幸奈ちゃんとか、ね、そこアンドミキさんとかに比べると、はい、本当に大人だと思います本当そうですね、同じジュニアの大会に出ている選手ではない感じですね。で浅田舞ちゃんなんて鉛筆みたいに細いでしょそれ比べたら やはりこうちゃんと体にこうカーブがあるじゃないですか、丸みがね、そうですね、女性ですよね、ですからそういう人たちにこう試合を挑むわけですから、ですから日本の3人の少女たちは非常に気持ちがね、とっても強いなっていうか、そうですよね、上手くなったかなっていう感じはないですよね、はい、要するに3年間淡々と同じ感じできてますよね。ですけれどもやはりそれがシニアの中に入り込めない一つの理由かもしれません。なるほどね、確かにそうなんですよね、ジャンプになった時と今で何がどうなるのかというとね、変わらないですね、曲が何であろうと同じ感じ、しかしこの選手コーチは変わりました。前はチャイコフスカヤさんがついてたんですけど、今はビクターですから、ジャンプの確実性から言ったらビクターは定評があります、はい、本当にうちの選手も見てもらいたいくらい定評があって、ただね、彼はロシア語しか話さないんですよ。はい、ロシアの方です、そうで普通はロシアの人
でも英語を喋るんですけど、この人もずっともう世界中回って歩くのに、ロシア語、そこがあの日本が教えてもらえない人のネックポイント。なるほどね、言葉の問題ね。エレメンツの得点は 4.6 から 5.2 でした。そしてプレゼンテーションです。 4.6 は下が4点で1つ、今度の5点台の上 5.4 という評価でした。ですからあのクリックをつなぐし、いやいやオリンピックのチャンピオンたちを育てて、途中からみんなチャイコフスカヤさんや変わってくるんですよね。そうですね。しかしあのジャンプは本当にあの彼のところに行くと飛べるようになるんですね。さあ変わってはスウェーデンの選手になります。リナ・ヨハンソン14歳です。マルメ出身です。今シーズンヨーロッパ選手権になったところです。予選では A グループ第4位でした。この世界ジュニアは初挑戦です。どこの国も力を入れてきましたよね、はい、ジュニアというかのフィギュアスケートに対して、でマルモの大会は昨年だったと思うんですけども、ノービスの子どもたちとジュニアの一部の子どもたちがマルモの大会に出場しまして、全部メダル独占。あら、そうなんですか。いつもあのノービス あの子どもたちが行きますと独占なんですけど、なんか道場嵐みたいな、さっき思ってるんですけどね、乗り込んでいってさらっていってしまうんですね。でもそれが、要するに外人の人たちと一緒に滑っても何のこう引けも取らないというか、気持ち的に、あの今やはり大人の人たちっていうのはやはり外人の中に入ると一歩引くところがあるじゃないですか、まあ、全部とは言いませんよ、でもそういう日本人の方が多いと思うんです、でも今のスケート連盟の強化をしている子どもたちっていうかスケーターはこういう、もう本当に8歳とかそのぐらいから海外に出してますので、全くそういうことに対してこうなってますから、すんなり入っていってしまういいですか、お友達になって、いいじゃないですか、それはすごいあのいいことだなっていうふうに思いますけどね、この
上でもシンクロが強いところですね。そうですね、もう素敵ですよね。はい、あの素晴らしいと思います。そうですね、はい、そうですね、特にあのオブラソワの後ですからね。そうですね。エレメンツの得点が出ました。下が 4.4、 上は 4.8 まででした。大体これは揃った数字ですね。そうですね。そしてプレゼンテーションです。表現力が出ました。下が 4.9 ですが、上は 5.2 で出ています。4点台は3つでした。点灯がありましたので、はい、0.4 の減点も間違いなくあります。ですからショートプログラムは本当に ある意味はなくても怖いですけど。そうですよね、本当に一番ドキドキしますね。選手もスタッフも、そう、もう本当に。さあ、代わってはアメリカの選手です。ローアン・ドノバンです。16歳。昨年のこの大会では6位という成績でした。今回予選で A グループで6位です。まあ、A、B2 つのグループに分かれてますから、その順位を2倍した数字が今の順位ってことですね。そうですね。ですから、あの3位までに入りませんと、あのラストグループで滑れないわけですよね。そうですよね。それでやはりあのその予防心地発掘合宿ではアクセルは課題なんです。あ、そうなんですか。はい、女子の場合は特にですが、スパイラルとそしてダブルアクセルまたはシングルアクセルをやりなさいと。そして質なりその高さとかそういうのをあの評価し指導していくんですね。ですからそういうことでもあのショートプログラムの確実性っていうのがだんだん浸透してきてると思うんですけども、はい、でもショートプログラムっていうのは何て言うんですか、一つその時の気持ちっていうか本人の持ってき方で違うじゃないですか。そうですね、いつアクシデントが起きるかわからないっていうか、ミスが起きるかわからない、そのショートプログラムっていうのは本当に魔物っていうか、特にオリンピックイヤーのオリンピックの時は本当にどこに魔物が潜んでるかねって。そうなんですよね、よく言われますよね。あの今みたいに足をあの軸足を後ろにエッジを乗せてまたこう伏せる、はい、ああいうのも一つの技術としてあのジャッジは評価しますね。はい、アメリカの16歳ローアン・ドノバンでした。この選手は昨シーズンの全米選手権のジュニアのチャンピオン、そして今シーズンはシニアの部門で第9位でした。
それとやはりあの観客もあのクリアに見られるし、そしてジャッジも自分の点数に責任を持って点数を出したのをこう評価されるという形にならないとフィギュアスケートがどっかに行ってしまうんではないかなっていう危惧はありますよね。そうですね。ただ今の採点方式ですと思ったように自分が、まあ、勝手にって言ってはないんですけどブラインドじゃないですか、はい、ですから例えばあの自分の国の選手にどんどんよく出したりとか、うん、コンマ1もうちょっと少なくしようかなと思ってもえい出してしまえとかそういうところがあると思うんですよ。そうですね、あの結構ね得点の幅がありますからね。すごい幅がありますからね。ですから落としたい選手はドーンと落としておいてもただ ISU のオフィスは大変でしょうねそうですね、いろんな点数が来てますので、あの本当にあの割と勝手に点数を出しているという評判が立っているみたいです。はい、エレメンツの得点は 4.0 から 4.9 でした。そしてプレゼンテーションです。下が 4.7、 上が 5.0、 5.3 まで出ています。でもあのスケートは非常に綺麗です。はい、ここまでの第3位ということになりました。アメリカのローアン・ドノバンでした。中国の選手です。ビンシュウ・スウ。予選では A グループ第5位でした。14歳の選手です。身長は140センチ。ちっちゃいですね。いや、一番小さいと思います。あのコリファイの時に 見たんですけども、はい、いや、本当すごくちっちゃいんですよ。みのりちゃんが出てきたときに世界ジュニアは今回が初めてです。リンクのすぐ近くで合宿しながら毎日過ごしてるわけじゃないですか。そうなんですね。ですからこうだんだんピシッピシッと決まってきてますよね。あの前の選手たちよりも、もちろん世界チャンピオンを出した国でもありますけれども、まあ、ルーチェンの素晴らしさっていうのを引き継いでこれから行く部分っていうのは確かに見られますけども、これからやはりあの日本に次いで中国というのも期待してきていいのかなと。ジュニアの北京大会も子どもたちがぎっしり上で練習も見てましたから、ね、ああそうなんですか、はい、中国の14歳、ウィンシュウ・スウでした。夏にですね、そうですね、1週間ですかね、あのいろんな国から、はい、あの小さい子たちが集まって、そしてあのセミナーで。ああ、そうですか、はい。デベロップメントプログラムの一つの一環事業として、ISU が声をかけて、ですから中国に集まって、
いろんな指導をして、セミナーをやったんですけども、日本の選手も3人ぐらいですかね、行きました。あ、そうなんですか。それで講師として佐藤信夫先生とか、行きましたし、ですからそういう講習会なんかをやはり やるということは、やはりシングルの女子の選手や子供、男子の選手にも力を入れてきてるということですね。もちろん男子の方はシニアではすごいですよね、今ジャンプ4回転のジャンプを飛ぶ ですから、今度は女子をまた力を入れて作っていこうという形を取ってるんでしょうね。なるほどね。本当にリンクの環境っていうのは、いわゆる本番のリンクと練習リンクとかもうすぐですからね、そこはもう非常にいい環境だと思うんですよね。中国の強化の仕方もね、また合宿合宿でね、集めちゃってやりますからね。そうですよね。ですから競争の意識ってすごいですよね。朝起きてから寝てもみんな一緒でしょ。ですからきっとお正月とクリスマスとなんかしか親御さんもないんですからね。体操の選手なんかもやはり一緒に合宿を行っているんですが、中でやっぱりいい成績を残しても生活面がちゃんとしてないと連れて行かないとか、そうですね、そういうこともあるらしいですね。ですからきちっと男子のシニアの選手も挨拶もきちっとしますよね。あ、そうですか。こんにちはとか日本語でおはようございますとか、ありがとうございますとか、きちっと言いますし、日本の選手たちも合宿とかできちっと礼儀をやってるので、一応ご挨拶はきちっとしますけど。そうですよね。得点が出るようです。エレナスの得点です。下が 4.3、 上は 5.4 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。下は 4.6、 半分が 4.3 の数字でした。そして半分は 5.3、 上は 5.3 まで出ています。中国の14歳、ビンシュンスーでした。ここからは最終グループに入ります。日本から出場している3選手はこの最終グループでの滑走となります。最終グループの中で一番最初に登場するのはアメリカの選手です。イエ・ビン・モク、予選では B グループ第2位でした。18歳の選手です。生まれは韓国ソウルです。子供の頃にアメリカに移住しました。
アメリカの18歳エルビン・ムックでした。なかなかもうスケーティングとかジュニアっていう感じじゃなくて、もう大人のスケートっていうね、そうですね、感じがあって、この静かな曲で、プログラムを見せるまで言ってましたね。そうですね、非常にピシッと決まってますから、コンビネーションがルッツでしたね。ねえ、ですからまあ、リピートで取られてしまう、まあ、そうですよね。この選手はミシェル・クワンと同じリンクで練習をしているそうです。それでのサーキュラーのスパラルでしたよね、はい、で非常に綺麗でしたから、ちょっとヘアスタイル秋のジュニアの時とちょっと変わってますけど。あ、そうですか、はい、選手たちもグランプリシリーズとそれから世界ジュニアになりますとまたコスチュームを変えてきたり、やはり全部直して最後の晴れ舞台に向かって、やはりいろいろステップとかも入れたりプログラムも少し変えて最大の表現ができるようになると思ってきます、ね、そうですよね、集大成を見せる場所ですよ ね、 すね、ジュニアの選手たちにとって一番憧れる大会ですよね。選んだ音楽はサンサンスの白鳥でした。今年なんか白鳥が多いですね、はい、日本でもなんかバレエで男の人だけの白鳥やってます。非常に人気があるみたいですけど、エレメンツの得点が出ました。下が 4.6、 上は 5.5 まで出ました。そしてプレゼンテーションです。4点台がなく下が 5.2 という評価、上は 5.7 まで出ました。やはり限定されてそうですね、アメリカといってもアジアでしょ。そうなんです、本当にね、どこの選手か姿を見ただけではわからないですよね。はい、浅田麻衣選手です。日本の浅田麻衣は14歳です。身長も162センチあるんですね。どんどん昨年ですね、ちょっと伸び悩みまして、低迷してたんですけれども、今年こうぐんと力を上げてきました。で、麻衣ちゃんと真央ちゃんと兄弟ですから、浅田兄弟は素晴らしい。そうなんですね。全日本ジュニアでは第2位、シニアの方では8位でした。大会のそのあれもなくて、ないですよ、ここに行って、そして
ファイナルで滑れる。はい。予選では A グループで第2位でした。なかなかあることでもない。そうですよね。でも、何ですか、世界ジュニアに出る本当にジュニアの選手で、そしてこれから先があるっていうのがこう見て取れるじゃないですか。そうですね。世界中の人たちがこの選手を覚えておこうと今思ってるんじゃないですかね。このまま育っていきますと、はい、すごい選手になります。そうですよね。復調してきましたでしょ、ええ、で山田コーチに素晴らしいじゃないの、ええ、戻ったじゃないって前戻ってきたじゃないって言われます。なるほどね。前が前戻ってきたじゃないって言ったんですよね。良かったですね。そういう意味ではね、ちょうど切り替わりの時にぶつかって、うん、そのままダメになっちゃう選手も大勢いるじゃないですか。 そうですね、その中で、まあ、これだけ復調してきたっていうのはね、素晴らしい。日本人形みたいな、本当にね。綺麗な女の子。そうですね。こっちは山田コーチで、でこっちが白井チームリーダー。なかなかね、この白井さんも明るくてね、多分ミスしても、あ、明日、大丈夫ですよ、大丈夫。エレメンツの得点が出ました。4.6 から4.9 まででした。5点台には乗りませんでした。そして、ピンポンテンションが1点上げています。4点台が1つのゲーム、では5.4まで乗りました。やっぱり舞ちゃんは、ノーミスでやってたのかだからね。そうなんですか。そうです。舞ちゃんはノーミスでやってなんぼか。はい。日本の選手が続きます。今シーズンジュニアのグランプリファイナルで優勝しました。日本の16歳太田由紀奈です。予選では B グループで第1位でした。すっごく緊張してると思いますよ。いやもうそれがもうこうなんていうんですか、私にはすごいこう胸に響いてくるんですけど。そうですか。いや きっと浜田先生も同じ気持ちだった。世界ジュニアは今回が2回目の出場。昨年は9位という成績でした。しかし昨年とは随分変わりましたからね。そうですね。大きいんですよね。
当に後半に持ってくるから。でも体はよく動いてるんですね。はい。日本の16歳、大田由紀乃選手でした。初戦、ウィジンフ選手がミスするとこう続きますね。やっぱりね、どうしても日本の選手とそういうところがありますね。アクセルは大丈夫でした。他のものはね全部いいんですね。はい、高いし、もったいない。そうですね。この大会に入った時に体調などはどうだったんですか？いや、チーム全体は、割とどこが悪いというのなしに、きちっとできてますし、舞ちゃんだけが初めてで、あとは来てますので、その辺の試合に向けての持ってき方って大体分かってきてますので、特に太田は浜田先生がこううまくこう持っていくんですけどね。はい、4歳の頃からですか、浜田先生。そうですね、非常にバレエが好きで、バレエの稽古によく行くので、やはりそれが表情で生きてる、出てますね。とっても、指の先がすごいしなやかで、オンダはウェイトトレーニング大好きで合宿してると、私はバレエが好きで、ちょうど半分足して2で割ったらいいんじゃないっていつも言うんですけど。なるほどね。メダルに向かってきてました。技術点です。下が上は 5.5 があります。でこちらに出てるのが福田で、やっぱりチームリーダーなんですけどね、はい、そして福田選手の下が 5.2、 上 5.7 まで出ました。みんなのチームが1番から3番まで入りますとインタビューが入るので、はい、で彼女が PR としてなるほどね。だから今度はインタビューの合宿もしなければね、英語で喋れるように。そうですよね。代わってはアメリカの選手です。ビアトリサ・ジャン、14歳です。この選手は昨年のこの世界ジュニアでは第4位でした。コーチはティファニー・チンです。
そうですね、あの一番ショートプログラムの中でやはりジャンプが3つですけども、あ一番こう重い、そうですね、3つの中で一番重きを置くジャンプですからね。やはりあのショートプログラムはせめてワンミスまでですよね。そうですね、2ミスしてしまうとやはりこうもう起き上がれなくなってしまう、ドーンと落ちます、ね、そうですね。選手時代から比べるともうレディーになっていて、いやすごい、とても素敵、そうですね、アメリカの14歳、ビアトリサ・リアンでした。ジャンプの2つのミスで 0.7 ぐらいの減点。そうですね。足ついて。取る人だと、まあ、0.3 は必ず。はい。0.4 は間違いなく取られそうですし、ですから最低 0.7 は引かれてしまうんですね。はい。ミスをするたびにその都度減点されるということなんですよね。ですから回転が足りなくても0.1か0.2減点されてしまいますから、あのスピンの、ね、回転。はい。3はダメですか、3人までですからね、はい、ですからその辺で、まあ、やはりミスすると逆に大きいですよね。そうなんですね。例えばうちの3人の選手ですと、まあ、オーターベースとして、あの、まあ、マイちゃんもそれからアンドレスちゃんも3-3のがなくそうなんですってね、うん、後ろに2をつけるのが非常に難しい、うん、この方がティファニー・チンです。85年と86年世界選手権で銅メダルを取りました。エレメンツの得点が出ました。下が 4.1 上 4.7 までです。仕方ないですね。そうですね。そしてプレゼンテーションです。4.5が出ました。下が 5.0 上は 5.5 まで出ています。これが表現力、プレゼンテーションでした。ここまでの第7位になりました。やはり順位を落としましたね。ミスをしましたね。変わってはイタリアの選手になります。カロリーナ・コストナー。この選手は今シーズンの
ジュニアのグランプリファイナルで日本人選手とともに表彰台に上った選手です。そしてヨーロッパ選手権で第4位になって、そこでも注目された選手です。今大会予選では A グループ第1位でした。イタリアの16歳カロリーヌ・コストラーでした。最終グループで滑っていて、ノーミスは今のところ彼女は、そうですね、じゃないですか、そうですね。試合をこなすたびに彼女を強くしてるのかなっていうふうにもそうかもしれないですね。日本の荒川静香と一緒ですかねこれはループとループでした、ですから、ここは難しいですよね、ループとループ、はい、ループが得意な選手は非常にタラリピンスキーもそうですし、非常にこう後ろにつけると効果的ですよね、はい、っていうか難易度が高くなります、場所にいてウォームアップをしてるの信じられないわというような感想を持ったそうなんですけれども、確かに非常に注目されて、まあ、期待もこう高まってきて、プレッシャーも、ね、逆にあるのかもしれないですけど、イタリーでは、トリノ用の選手として育ててるんでしょう、どうですか
そうですね、エルメスの得点が出ました。20点です。下が 5.2、 上は 5.7 という評価でした。 5.7、 3つあります。ノーミスでした。そしてプレゼンテーションです。下が 5.3、 上は 5.7、 こちらも 5.7 の3つです。わらわらせるかね。本当にショートプログラムなのでノーミスですと嬉しいですよね。そうか、やはりあのストレートステップシークエンスのワンフットも効いてるでしょうね。はい、そうですね。いろんな要素になりますが、ステップもやはり重要な要素ですね。さあ、変わって最終滑走は日本の選手です。15歳安藤美希です。予選では A グループで第3位でした。全日本ジュニアのチャンピオンです。3引かれてしまいますね。そうですね。一番安全だと思ってダブルアクセルに参加してるんでしょうけど、はい、安藤にとっては逆に遠物の方が安全なのかもしれませんね。ああ、そうですか。本当にダブルをつけなきゃっていう感じですよね。なるほど。そしてルッツもこれも綺麗で撮ってるしな、なんでなぜなんかホッとしたのかもしれませんけどね、逆に。
してミスしたのかなと。うん、そうなんでしょうね。やっちゃったわですか。佐藤先生もね、素振りを抱えたり安堵を抱えたりね、やっぱ大変ですよね。エレメンツの得点が出ました。下が 4.7、 上は 5.5 まで出ました。これが技術的評価、リクワイアードエレメンツの得点でした。そしてプレゼンテーションです。下が 5.1、 上 5.8 まで出ました。58出てる。日本語ジャッジかな。しかしどのジャッジの得点が選ばれたかは分からないですね。はい、お疲れ様。ありがとうございます。きっとあの佐藤先生はどうしてもうこううまくいかないんだろうと思ってるんですかね。さあ、ショートプログラムを終えての順位が出ました。現在トップがイタリアのコストナ、日本の選手は2位、3位、そして6位。そうですね。ですから最終グループで滑れることは滑れますからね。はい。まあ、最低な部分で。